旅子型駆逐艦は中国人民解放軍海軍の駆逐艦の艦級に対して付与された NATO コードネーム。中国人民解放軍海軍での名称は例語にアンペア型駆逐艦。西側技術を大規模に導入し、中国の新しい海洋戦略に基づく初の外洋型大型艦として建造された。二隻が建造されたが、 ほぼ同等の装備でより安価な子を守る型フリゲートの実用化により、後続艦の建造はなされなかった。本型は、竣工時点では中国が建造した最大の水上戦闘艦であった。船体は還元の高い車両、甲板型とされており、大型の環境構造物や太い単円突、また後部に航空偽装を設けた配置と相まって、 フランス海軍のジョルジュレーク級駆逐艦との類似性も指摘されている。主機関としては、人民解放軍海軍の水上戦闘艦としては、初めてガスタービンエンジンを採用しており、一番艦では、アメリカ製のゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジンを、ドイツ製の V 型12機筒機関であるマトゥー12、ボルト 1163TB83、 ディーゼルエンジンと組み合わせたコドック機関とされた。ただし1989年の64天安門事件を受けてアメリカからの軍事技術供与が停止されたため2番艦ではほぼ同出力のウクライナ製グッドマイナス2万5000ガスタービンエンジンが搭載されたとされている。近代化改修前のジンタを1980年代後半より 中国海軍では 51.051D 型駆逐艦をテストベッドとして西側のテクノロジーによる防空システムや哨戒ヘリコプターの運用を模索しており、これらの各種装備を新設計の艦隊に搭載した新型艦として開発されたのが本型といえる。防空システムは1991年に 051DT 型、 開封で導入されたフランス製品をもとに、英語 1G 型で搭載された3裁判が踏襲されており、対空、対水上捜索用の363型レーダーと、ZKJ-4 戦術情報処理装置、HHQ-7 股間防空ミサイルシステムが連接されている。対空、対水上捜索用の363型レーダーは、全症状に、 また、HHQ-7 の各機完成レーダーである345型レーダーは、環境上に、HHQ-7 の8連装発射機は、線路全端に設置された。一方、航空偽装については、1987年から051型、災難で、試験されていたものが概ね導入されている。後部上部構造物は、紹介ヘリコプターに機分の、ハンガーとされた。 その後方の完備看板はヘリコプター看板とされており、ここにはフランス製のサマヘ着艦高速装置と機体移送装置2乗が設けられている。手法としては、051G 型と同様に HPJ-33A56 合計 100mm 連装砲が搭載されたが、本型では砲立ての形状を改めて軽量化を図るなどした。 紹介生型の 79A、92型とされた。近代化改修後の、チンタオ、ハルビンは2010から2011年頃、チンタオは2011から2012年頃に、近代化改修を受け、YJ-8A 連装発射塔を YJ-83、4連装発射塔に、75式12連装 240mm 対戦ロケット砲を87、 四季六連想 252mm 対戦ロケット砲に、乾燥。CIWS も 051G 型と同じく 76A 四季 37mm 連装機銃 H、PJ-76A4 機から 30mm、ガトリング砲を用いた730型 H、PJ-122 機に乾燥された。また、六十三型レーダーを保管して、 長距離捜索用の518型レーダーが、後部上部構造物上に、また低空警戒用の362型レーダーが、水ん上に設置されていたが、改装で、前者は古典的な 517A 型レーダーに換装、また後者も、新しい標準である364型レーダーに、更新された。ソナーも例5 1G2 型と同様の構成であるが、 いずれも散歳化されたと見られており、監視装備のものは、w、ダブ -23 を散歳化した、SJD-8-9、可変振動式のものは、w、ダブ -43 を散歳化した ESS、ESS-1 とされている。ただし、可変振動ソナーの栄光体の外見がダブ -43 と、若干異なっていたことから、監視装備のものも含めて、 アメリカ冷戦オンシャノで -1164 システムではないかという遺説もある。2012年10月16日には中国海軍艦隊7隻が太平洋から東、シナ海へ向かって沖縄県与那国島の南南東約4 9トルの海上を航行しているのを海上自衛隊の P-3 が確認したと防衛省が発表している。中国中央電子台は 三島省沈太尾市に寄港したのは、北海艦隊所属の7隻で、旅子型の112ハルビンが艦隊の指揮を取り、新洋級駆逐艦、郊外型、フリゲート、郊守型フリゲートなどで構成されていたと報じている。なお、ハルビンには、中国海軍で初めて10人の女性軍人が、遠用任務についていた。2013年1月30日に、 中国国営通信社の進化社は、113鎮魂が、郊外型フリゲート2隻と共に、鎮魂市を29日に出港したと報じた。西太平洋やバシー海峡などで、軍事演習を行うため、東、シナ海から、宮古島沖を抜ける見通しとされる。ありがとうございます。